本当はドット柄の一人ぼっちすです。お願いします。お願いします。今日はパンザの文学的なレビュー見てみたー。はい、見た。前回同様にですね、パンザに眠っている文学的で秀逸なレビューを私と後ろにいるミオピー2人で探してです、発表し合おうという企画でございます。ございます。早速探していきたいと思います。レッツファンザいいやん。レッツファンザ、レッツファンザ。ちょっとマジックミラー号のシリーズで調べてみるわ。いい。ミオピーは、これはさっきの素晴らしいタイトルの人を参加に持ってみるわ。いろいろ、あー、前やったやつの。そうそうそう、すごいな、毎日投稿してるな、ほんと毎日投稿してる。そう、1日3本とか投稿してるわ。すごいやん。エロの極み乙女さんの、あー、出た、エロの極み乙女。 VR ロゴを2人、清原美優かな。うん、ファイル充電、そしてアナル奇跡体験、アンビリーバーアンビリボイン、奇跡体験、アンビリボイン、奇跡体験、アンビリボイン。アホやな、もう一回やって、何猫ファイツに土揺れ、そしてアナ、びっくりマーク、奇跡体験、アンビリボインこの方素晴らしい、素晴らしいな。ビートたけしに言ってほしいな。コメントパスしてるの。あと個人的に一番嬉しかった演出といえば、シックスナインのブレインでリュウちゃんとマナルが画面いっぱいに拝めることですね奇跡体験や。名前何やったっけ、その人。エロの極みを取る。そう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 アナルが好きなんだ、信じられないより小さいアナルですが、思わず顔を近づけてグンカグンカしたくなりますもしで初めて見たかもしれない。くんかくんか確かに、マジックミラー号×マテリオル、これメーカーかな、灼熱の夏、直前の台風直撃海岸で疲れた男たちをゲリラ癒し抜き、ゲリラ癒し抜きするちびっ子悪魔台風連続もう一回言う疲れた男たちをゲリラ癒し抜きするちびっこ悪魔台風連続メッセージナンパスメシャル。すごいな。の題名すごいよ。の評価ね。題名愛と平和。作品のテーマ、あ、テーマが愛と平和なんやって。作品のテーマは愛と平和だそうです。クソ田舎と悪天候にぶち切れながらもラブ&ピースを歌ういちかちゃんに早々笑いました。松本いちかちゃんが心から笑えばその世界は平和だと思います。悲しいニュースを見ると世界が平和になることなんて無理なんだろうなと思うことがあるけど、世界中全員がいちかちゃんの笑顔のために生きていれば世界に平和を訪れると思います。そんな世の中になればいいですねって書いてますね。いや、これもいいですね。顔出しマジックミラー号、美人妻限定、ザ・マジックミラー仲良しママ友対抗、童貞逆ナンパ射精バトル出会ったばかりの年下童貞を人妻が恥じらいながらも筆下ろしの10代目のデビューで人妻はいいぞの巻って書いてあるあ、一部抜粋して、はい、人妻さんたちも楽しそうに、かっこ気持ちよさそうに何度もおっを抜いてくれてました。とにかく童貞くんが羨ましい限りの企画でした。ということで星5出す出すいや、これ偏差値低くなるの好きやねんな。でもね、感性広がる、感度が高まる。レビューのタイトル、鍵盤ではなくベッドで奏でられるオルガスグ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 ス難しいな、読み方。もう一回言おう。
ベッドではなく、あ、鍵盤ではなく、鍵盤ではなくベッドで奏でられるオルガスムスラプソディ。素敵やな。そして皆さんに見てほしい、いや、聞いてほしいのが星間さん。ピアノでは上品な旋律を奏でたのに、ほら、ジュルジュルジュルジュボボボボボと下品な旋律を奏でる。さすが現役音大生だけあって、まさに見せる。引かせる。引かせる。ジュルジュルジュボボボボボ。臨場感あるな、それも。素晴らしいな。こんな方ってちょっと気になるもんな。聞いたことないもん、聞かせる。さすがですね。この卑猥な音色を奏でるジュポッパーって書いてる。ジュポッパーって。この人も熱あっていいな。うん、あ、この年間ランキング28位のエレファントマシマシさんがおるんだけど。部活のマネージャーは部員たちの性奴隷っていうやつにも、あのタイトル、レビューのタイトルが、マネージャーは部員の誰かしらとやってるからね、てんてんてん。はいはいはい。この作品は 俺的ドキュメンタリーだ。サッカー部のマネージャーをしていた小春は先輩エースのバスケ部マネージャーのマナに告白しようとしたが、彼女を持ちキャプテンのセフレだった。大学のテニスサークルのマネージャーをしていたユイとマリは、毎年恒例のナス合宿で男女4人で4人ざんまいだった。体育会系の有り余る体力と性欲のお世話をするのがマネージャーの仕事みたいだ。レポ…なんていうの、体験レポみたいなが多いわ、このエレファントマシマシさん。いや、目の前の爆弾に挟まれたい。あなたはその我慢できない。ちょっと横にするおっぱいビッチ VR。 はい、この爆弾にひよってるやついる？いねえよなって書いてますね。いいね、流行り踊り入れて、流行り踊り入れて。この人欲しいのはあれ、アナルが好きなの。アナルが好きなんだ。アナル、アナルって言うと。アナルが好き。地元の先輩みたいな。アナルさん。名前でいじるみたいな、この人好きなんだ。ちょっとかけるとか。妖怪は本当に存在し、実在した。そのまま妖怪フェラジョボーキンです。しょうもないけど、めちゃめちゃ好き。アメリカ300本超えちゃった。あの、あれね。作品で。ああ。水力止まんない変態ミスね。なんか、むずらがちょっと飛ばすわ。うん、タイトルな。ビッチビッチゲーロゲーロなんなん。いやぁ、素晴らしい。あ、丸出しやな。ビッチビッチゲーロゲーロなんなんなん。なんは乱れるって書いてある。あー、なるほど。もう俳句やな、もう掛け言葉や。名前なんて、ゲロの極み乙女さん、乙女です。これからも追っていくんで、また素晴らしいレビューをお願いします。それではまた。